日本とアメリカ、フランスの陸上部隊は初めての共同訓練を行っています。中国を念頭に離島防衛作戦で連携を強化する狙いです。陸上自衛隊は今日、霧島演習場でのアメリカ海兵隊とフランス陸軍との共同訓練を報道陣に公開しました。練習場を離島と見立ててヘリで部隊を送り込み、上陸した後の移動などの手順を確認しました。日米仏の陸上部隊が日本国内で実動訓練を行うのは初めてです。またオーストラリアも交えた海上訓練も東シナ海で行われています。海洋進出を強める中国を念頭に多国間での連携強化をアピールする狙いです。